はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということでですね、今回は、ちょっとツイッターでもあげたんですけども、最高に美味しい唐揚げ、っていうのがですね、ありまして、そちらのレシピを、作っていきたいと思います。かなりね質問があったので、ちょっと解説も入れながらやっていきたいと思います。材料はこちら、鶏もも肉です。今回のものなんですけども、いつも僕は8等分でやってるので、8等分でやっていきたいと思います。まず切り方からですね、僕の場合なんですけども、まず、半分に切ってしまいますね。はい、均等、一つのピースの大きさが均等になるような感じに、切っていきます。はい、こんな感じで、均等に切ってください。どうしてもね、厚いところと薄いところがあるので、こっちの方がちょっとちっちゃくなっちゃうんですけども、大体か、形を揃える感じで、切ります。はい、ではですね、味付けに行きます。ここで漬け込んじゃいます。僕はまず、お醤油大さじ3とちょいですね。あとみりんですねが大さじ1、酒大さじ1、これ味の素、これが小さじ1/3、の後にニンニク、こちらを1かけ分ですね。であとね、ナツメグ3振りぐらいで揉み込みます。このまま1時間、それではですね、1時間ね漬け終わりました。ちょっと 手早く、やりたいですね。こんな感じで、まんべんなく、漬けていきます。はい、ではですね、揚げていきます。フライパンから1センチぐらい、油を入れまして、中火で温めておきました。大きいのから先に入れてください。片栗粉つけたら即座に、入れてった方が一番いいです。つけてる時ですね、冷蔵庫じゃなくて、室内に置いてください。肉を常温にするためです。肉が冷たいと中まで火が通るのにが遅くなってしまいます。いい色に上がってますね。キッチンペーパーだね。いい色だなこれは。でこの状態でですね、少し唐揚げはね休ませて、いただいて、余熱で火が通るようにした方が、いいですね。じゃあ盛り付けですね。はい、これで、最高に美味しい唐揚げの完成です。はい、では、早速食べていきたいと思います。ハイボールを合わせますね。ハイカラですからね。はい、いただきます。おいいっすね。いただきます。いや、こう本当に自画自賛で申し訳ないんですけど、これね、本当に僕が食べてきた唐揚げの中で一番うまい。これ本当にうまいです。そう、ナツメがあればって言ったんですけど、できればね入れてほしいです。全然風味が違います。結構ね、唐揚げチャンピオンのお店とかっていうのナツメグ結構入ってるんですよね。はい、それとニンニクの香りもすごいついて、鶏臭さは全くなく、味もしっかりついてます。あ、これうまい。これほんとうまい。これほんとうまいです。これほんとにうまい。うわあ、幸せ。僕1回で作ったレシピほとんど作んないんですけど、この唐揚げはたまに作るんですよね。なぜかというと死ぬほど美味しいからです。これほんとに僕の中でですけど、僕の中でも本当ナンバーワンです、これ。はい、断言します、これ。これマジでうまいんで、いや、もうちょっと騙されたと思って絶対作ってくれ。これタレ、これ本当最高ですから。その揚げたて食ってくださいね。片栗粉は揚げたてが一番うまいんで。ということで、僕はもうこれ食べるんで、もう今日はこの辺で勘弁してください。